水引きは、修儀や不修儀の際に用いられる飾りで贈答品の包み紙などにかける紅白や黒白などの帯紐。贈答品や封筒に付けられる飾り紐のことで、その形や色により様々な扱い分けを行う。もしくは、飾り紐などに使われる紐。また飾り紐としてだけでなく、鶴や船などの置物や紙飾りとしても使用される。 その起源は定かではないが、室町時代の日民貿易において、民からの輸入品の箱すべてに赤と白の縄が縛り付けられており、この縄は民側が輸出用の品を他と区別するために使用していたに過ぎなかったが、日本側がこの縄を贈答に使用する習慣と誤解し、以後の日本で贈答品に赤と白の紐をかけるようになったという説や、 後海の無事を祈ったり海賊から守るための魔除けとして、縄に塗った黒色毒が解くと赤色に変色したという説などがある。また宮廷への献上品には紅白の麻の紐で結ぶ習慣があった。室町時代後期になると、麻の紐の代わりに小寄りに、のり水を引いて乾かして固め、紅白あるいは金銀に染め分けた紙糸が使用されるようになった。水引きは、 未開封であるという封印の意味や魔除けの意味、人と人を結びつけるという意味合いがあり、水引き結びは引けば引くほど強く結ばれるものが多い。いわゆる日本の贈答ラッピングである水引きは西洋のラッピングやリボンのように解くことを前提としたものとは意味合いが異なる。品物を包む足の折り方や水引きの結び方と表書きの書き方によって用途を使い分ける。 水引きとは、贈り物の包み紙などにかける和紙でできた紐のようなもので和紙を小より状にして糊を引き乾かして固めたものである。この状態のままでも使用されることも多くあるが、さらに金銀の薄紙を巻いたり、極細の繊維を巻きつけて使用することが多い。平安時代から構造や三つ股の栽培と、それを原料にした和紙作りが盛んであった長野県飯田市において、 江戸時代に藩主が武士の内職として製造法を習わせたのが始まりとも言われ、丈夫で水にも強い飯田大調子を活用したもっといの製造も始まった。明治維新の断髪令によりもっといの消費量は少なくなったがもっといに改良を加え光沢のある丈夫な水引きを作り出した。もっといもまた水引きの重要な素材の一つとして現在の相撲の曲げに使用されている。 大正5年頃、金沢市の津田水日和り型の創始者、津田総吉が、それまでは平面的であった水引結びから立体的な、鶴亀松竹梅や鎧具足などの水引細工を創作したのが始まりとされる。その津田流水引特時の作風を、鏡水引として確立させ、金沢市の気象伝統工芸として定着している。水引細工は、結納や金風に飾るようになり、 一般的に認知されるようになった。昭和時代になると、水引きの結び方も様々な結び方が開発され、金風結納品、水引き細工の生産が増えた。現在では、封筒につける飾り紐や小物や趣味として作成する人もいる。水引きで作られた細工古くからある水引きの基本の結び方であり、刑事、長事、真事、 物字すべてに用いられる結び。贈答目的によって水引きの色を使い分ける。結び目の形が貝のアワビに似ているからという説もあるが名前の由来は定かではない。一度切りで繰り返さないという認識が地域により見受けられるが、これは昭和時代に広まった認識であり、本来は淡路。結びをせずを結んだだけで淡路。 結びより軽い気持ちで送る場合や身内に送る場合に用いるもの。本結び、真結びとも呼ばれる。淡路結びの変形。大きな品物や重い品物などを結ぶときに淡路結びだけでは頼りない場合に用いる。よりを返す波に例えて良いことが幾重にも重なるようにという意味を持ち婚礼には使用しない。 縁起を切らないということから余った水引きを切ることをなるべく避けて輪にして結ぶ。すべて、滞りなく丸く収まるようにという意味を持ち、特に婚礼に好んで用いられる。開くことを目的としたリボン結びであり、本来の水引きの結びではない。結び直すことができる形状から何度あっても良いという認識も見受けられる。結納の時には、水引きで編んだ半ば結納飾りが添えられる。 結納品の場合、松、竹、梅、鶴、亀の飾りや、宝船やエビ、鯛、イ、楠玉、小槌、蝶などの縁起物が選ばれることが多い。新職が金品などを送る場合に朝を結ぶ、風習がある。ありがとうございます。